シャージスポット、フワちゃんでーす。来たよ。何みんなカメラ構えて可愛いね。もっと近く行ってあげるよ。どうぞ。どうもやってきました、中山きんに君でーす。パワーよろしくお願いいたします。出た。正直言いまして本当にこれ冗談じゃないですよ、はい、フワちゃんの僕は筋肉を見てます。なんでよ。いやこれ編集とか見てよ。いやこれ冗談じゃないんですよ。本当に、本当にこれ僕は筋肉目線で言わせていただきますよ、はい、フワちゃんの本当に足の筋肉、大腿四頭筋、何素晴らしいんですよ。やめてよ、結果可愛い衣装着てるのになんで太ももばっか見んの。カメラマンも全身撮ってよ。足ばっか撮らないで。いや大腿四頭筋本当素晴らしくて、はい、本当充電なくなったってなったら、うん、もう何回かですけども、こう家に一回わざわざ帰ってチャージして、あ、はい、あまた行かないとなっていうのはありましたから。あんたそんな無駄足叩いてたの今まで。パワー。なんでよ、そんなタイミングじゃないでしょ。なんでよ。さあそれではこの QR コードと見せかけて、フワちゃんの大腿四頭筋を QR コードしちゃいますか。パワー。やめなさいよ。すいません、すいません、ありがとうございます。失礼いたしました。いや本当に素晴らしい筋肉なんで、うっかりしちゃうわね。失礼いたしました、ちょっと失礼いたしました。これを出して、じゃあスマホに、そしてスマホに入れと見せかけて、フワちゃんの大腿四頭筋でチャージ。パワー。やめなさいよ。お調子者、このお調子者目がこらまったく。すいません、失礼いたしました。やめなさい、はい、チャージされないよ、私じゃ。フワちゃんにレクチャーしてもらったので、はい、フワちゃんに対して何かお礼があるんじゃないでしょうか。もちろんありますよ、はい、こんないいことをね教えてもらいましたんで、じゃあですね、これはフワちゃん、うん、チャージスポットとね今ずっと言ってもらってますけれども、はい、うんうん、私実はですね、うん、英語の方には自信がありまして、フワちゃんもね自信はあると思うんですよ。フワちゃんも英語得意だと思うんですけども、はい、私は実際に住んでましたんで、正式なチャージスポットの発音をフワちゃんに伝授したいなと思います。本当、はい、お願いします。チャージスポット、はい、いきます。じゃあフワちゃん普通に言うと、いくよ、はい、チャージスポット、はい。でも今素晴らしいね、滑舌よくはっきり言ってもらいましたけども、はい、海外ではねこれでは通じません。今チャージスポットも海外でも利用できるということもあるそうなので、はい、正式な発音いきますよ、はい、まず僕がお見せさせて、お見せさせていただく、はい、お調子者。チャージしてよ、チャージスポットちゃんと言ってよ。フワちゃん、司会者の方全然笑ってなかった。すいません、マスクで隠れてしまいました。すいません、進行、ね、進行あるのですいません、失礼なことします。申し訳ないです、脱線して。じゃあ正式なチャージスポットの発音、はい、いきます。あ、よし、チャージスバイデン。はい、今のがこちらでございます。正しい発音ということですが、フワちゃんどうですか。本当に今ので通じるの。もちろんです、私はもう自信がありますから。そうなんですね、はい、じゃあチャージ数でポッドを、やっぱりこうイントネーションっていうのが大切なんですよ。じゃあ一緒にやってみます。はい、フワちゃんと巻き込まないでよ。チャージスバイデン。ありがとうございます。ありがとうございます。意外だな、えって思われるかもしれないですけど、うん、僕結構筋トレ努力してるんですよね。みんな知ってるよ。知ってますかね。知ってもらってたら嬉しいんですけど、知らない方にとっては意外だなって言われるんですけど、やっぱ筋トレの努力はしてますね。はい、もうベタなお笑いしちゃってさ。可愛いんだから。やめてよ。やめてよ。可愛いんだから。チャージ、パワー、チャージ、
パワーこういう感じですね、はい、もうどうですかフワちゃんやってみて。いやあの本当にあのふざけてやるにしてはマジで結構重いから本気で向き合わないと持ち上がんないよ。そうなんですよ、これちゃんとした重さでやらせてもらってます。じゃあフワちゃんちょっとやってみましょうか、はい、よし、はい、見るよ。じゃあレクションお願いします。せーの、はい、チャージ、チャージパワー、はいよ、チャージパワー、そうそう、肘の位置を動かさないように、そうそう、意識してチャージパワー、さあチャージこれでね、パワーかなり、あのスマホ携帯の充電も溜まってくるのと同時に乳酸も溜まってきてるんじゃないのかい。パワー、ありがとうございます。決まってないよチャージスポットパワー、イエーイ。どうですか、可愛く撮ってね、ちょっと下から煽って撮ったら足長く見えるから